すやすや。むにゃむにゃ。ん？おはよう、キャル。お前の可愛い寝顔、やばいぜ。ケニャー！男が私のベッドに！誰よ、あんた！しかし残念だ。もう少し起きるのが遅かったら食べちゃおうと思ってたのに。俺、お前に腹ペコだぜ。その食欲、金髪、分厚い胸板、まさかプリンスペコリーナ？ご名答、やばいぜ。おい、抜け駆けなんてずりーぞ、ペコリーナ。もっと、恋敵のコッコラの登場か。やばいぜ。コロスケまで！っていうかこのオープニングのコーナー、コント台本であってプリコネ大喜利じゃないわよ。さすがのツッコミだな、面白い女。さあキャル、ペコか俺様、どっちの女になるか決めてくれ。いや、コロスケ性格変わりすぎでしょ。夢？よかった、なんだかめちゃくちゃ変な夢見たわ。どんな夢見てたのかな、マイプリンセス。こっそり俺様に教えろよ。え？プリコネチャンネルリライブ。ラジオを聴きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす、ペコリーナ役マオです。ラジオを聴きの主様、おいっす、コッコラ役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さん、ぶっこおいっす、キャル役立花梨花です。今回のオープニングショートドッドンドンドンコント台本はプリコネームハード組さんの投稿でした。いやいや、コント台本っていうかショートドラマのはずなんですよ。大喜利を飛び出して楽しかった。いやー、なんてこったい。なんか、うん、すごい、あのペコリーヌ、うん、ペコリーナの語尾に全部星がついてる。やばいぜ、やばいぜ、腹ペコだぜ。でも面白い女が聞けてよかった。ペコリーヌの綺麗女、お前に腹ペコだぜ。名言ですね。名言です。どういうことなんだよ。はい、さてさて、今回のオープニングの話題、プリンセストークも来ております。 お題はこちらです。プリコネーム小石をチップスさんからいただきました。ありがとうございます。美食年の皆様、おいっす。おいっす。このご時世ということもあり、最近服を買う時ももっぱらネットで購入しています、うんうん、プリンセスたちに服を選んであげたり選んでもらったりしたら楽しいだろうなと妄想にふけてしまいました、うん、そこで一緒にお洋服を買いに行くならどのプリンセスというお題はいかがでしょうか。選んであげるか選んでもらうかでも変わってくると思います、うんうん、ははー、そっか、自分が選ぶ側でもいいのか。どうしよう、どうしよう、デートじゃん。デートだ、これもうデートやん。デートじゃん。あー、リマにめちゃくちゃ可愛い、うんうん、全力可愛いコーディネートをしてあげたい、あしてあげたいの、してあげたい、うんうん、してあげたい、私が姫にさせてあげるぜ。わあ、あいい。待って、どうしよう、でも迷う、悩むな。悩みますね、これ確かに、うんうんうん、私はもうジュンさんかな。ジュンさんにもう私好みの服を着てほしい。何系がいいんだろう、何系が似合うのかしら。単純にジュンさん、あのめっちゃこう高めのヒールでカツカツ仕事できます感じの服とかも見たいけど、じゃないやつも見たいけど、見たいけど、どうしよう。いやでもスキニー履いてほしい、はあ、いや、あの、はあ、黒のスキニーに、お、あのもう白の T シャツだけでもいいんですよ、うん、あの人は。おしゃれ、うん、素材が生きてる。で、あのちょっとちょっとその T シャツがちょっと体にフィットするぐらいの T シャツだったらなおよし、うんうん、体にフィット、体にフィット、大事な言葉がここ大事重要、大事に出る言葉が出てきました。はい、私ゆきちゃんとかですかね。うわー、ど、どう、どう、どうする、ゆきちゃんに選んでほしい。あ、逆にね、絶対センスいいから、うんうん、かかその人のなんか自分の良さが分かってるということは、その人の良さも最大限に引き出してくれる洋服を見つけてくれるのではないかと。あ、確かにうまそう、うん、そういうのスタイリングが、うんうんうん、いいですね。面白いな。
わ迷うな。あの私がもし16歳とかだったら、はい、スズナと一緒にお買い物に行ってめっちゃこう、はい、ギャルにしてほしい。あいいですね。私も、うん、してもらいたいギャル、ね、やってみたい。モリモリにしてほしい、ね、うんうんうん、いいな。いいな、いいな、楽しいな。楽しい、お買い物いいですね。いいね。いや、女の子同士の楽しみです。本当ですよ。デートだ、デートや。もう一回大事なことなんでね。デートや、うん、はい。さてプリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームそしてアニメプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第193回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメ。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。星6情報です。6月7日にくるみちゃんの星6才能開花を開放予定です。星6に才能開花するとステータスだけでなくユニオンバーストも強化されますよ。ぜひくるみちゃんをさらにパワーアップさせてくださいね。ストーリーイベント情報です。現在ストーリーイベント以心伝心青いトイフレンズを開催中です。今回は作業服姿の葵ちゃんが活躍しますよ。またストーリーイベントを進めると作業服バージョンの玉木さんが仲間になるのでぜひプレイしてみてくださいね。キャンペーン情報です。現在探索ドロップ量2倍キャンペーンを6月6日まで開催中です。キャンペーン期間中探索クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。続いて6月6日から6月9日までベリーハードクエストドロップ量2倍キャンペーンも開催予定。キャンペーン期間中メインクエストベリーハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。さらに6月9日からノーマルクエストドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中メインクエストノーマルをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。以上プリコネインフォメでした。プリコネチャンネルリダイブ。改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。はい、今回の番組前半のメールテーマは普通のお便りです。はい、ゲームについての普通歌をご紹介いたします。イエイ、まずプリコネームアミサタさんからいただきました。ありがとうございます。美食店の皆様おいっす。おいっす。布教活動の進捗をお知らせいたします。おうほう。学校の黒板に QR コードを書き勧誘をした結果新しく岸くんが増えました。お、うん、推しプリはキャルちゃんだそうです。ありがとうございます。最近朝や昼の放送でイベントの BGM や歌が流れており、とても素晴らしい状況です引き続き、布教活動頑張りますということですね。QR コード書く黒板に貼っていやでも書いた可能性があるってことですよね。黒板アートってこと？すごい、すごい、すごくない？黒板アート、すごい、すごい、先生も消しにくいですよね。これ、なんか QR コードできちゃうのかみたいな消していいのかなみたいな、重要な何かかって。わー、でもいいですね。でもそのおかげで増えてくださっていて、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。続きましてプリコネームひーさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様おいっす。おいっす。いつもウォーキングしながらラジオ楽しく聞いてます。5月でプリコネを始めて半年が経つので記念にお便りを書いてみました。 ありがとうございます。知人に勧められて始めたのですが本編のストーリーを含めキャラクターの魅力あふれたプリコネにドハマりしちゃいました。みふゆさんのように効率を意識しつつ笑ストーリーとルナの塔も完全制覇、アリーナ、プリンセスアリーナともに1位になり、先月ついにプレイヤーレベルもカンストしてクラバトでも300位以内に入ることができました。半年です。
食殿の皆さんに褒めてもらいたいですわら。すごい。お白くキャラもあと少しで全キャラ解放できそうなので毎朝早くに起きて眠い目をこすりながら頑張ってます。すごい。こんなにも素敵なプリコネに出会えて、勧めてくれた知人やお世話になっているクラメン、いつもプリコネを盛り上げてくれる運営の皆様、美食殿の皆様に感謝です。これからもプリコネ楽しむぞ。うわー、すごい。すごい、すごいですね。半年で、すごい。アリーナ一すごいな。すごいな。もうすごい。なんでや。使い手ですね。うん、すごいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも朝ウォーキングしながらってことですよね。ねえ、ですよ。ね、ウォーキングも頑張って。ね、ありがとうございます。続いてプリコネーム優雅如くさんからいただきました。ありがとうございます。リスナーさんのマイページ教えてという話をね、前していたので報告しますと、うんうん、はい、の、ありがとうございます。自分は1枚目、うん、岸くんとボートに乗るクロエ、うんうんうん、声楽祭より、はい、で BGM は仲良しセンセーション、うんうんうん、で2枚目が、プリンセスキャルで BGM、うん、離別と決意、あれ、はいはい、あの心思いのちょっとインストですね、はい、うんうんうん、で3枚目がシェフィ、うんうん、シェフィで BGM 心思い、おで4枚目が星六レイさんで BGM が離別と決意、うん、5枚目が星六秋野さんで BGM 心思いです。おあ、もう心思い大好き、心思いだらけ。いいね、インストもね、確かに綺麗なんや、確かにな、エモくなりますしね、うん、まあいいですね、嬉しい、うんうん、しかもこう心思いと離別と決意バージョンとあるのがなんか愛を感じる、はい、うん、愛を、私も好きでいてくれてるんですかね、いいですね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。では続きましてプリコネームキラトさんからいただきました。ありがとうございます。先日筆跡がかなり溜まったのでイオ先生のメモピと交換して星6にしようとしたら、うん、間違えて限界まで交換してしまい、筆跡がすっからかんになってしまいました。皆さんも同じような経験ありますか？あったら仲間がいたと思えるのでぜひぜひ教えてください。あります、あります、あります、やりました、いや、もうやりました、やりましたよ、しょうがないよ、うんうん、でも前向きに考えました。ほら、いるもん絶対に。そうね、あの、なくなったわけじゃない、そう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 、あの、どっちにしてもね、あの、専用装備鍛えなきゃとかさ、必要なことだから、ことだから、そうだと思う。これは無駄な行為じゃないんだ。そうだよ、そう、大丈夫、ポジティブに生きよう、生きよう。あと言ってないだけでね、みんなしてる。やっちまったが絶対やるから、やっている、大丈夫、ついついね、はい、みんな仲間だ。続きましてプリコネームアテムさんからいただきました。ありがとうございます。美食殿の皆さん、スタッフの皆さん、おいっす、おいっす、おいっす、いつも楽しく拝聴しています。ありがとう。皆さんに聞いてみたいことがありメールしました。はい。このラジオでよくマナ不足の話題が出るのですが、うん、僕自身はマナよりもハートのかけらやプリンセスオブが足りなくなります、うん、今実装されてる星6キャラはのぞみ以外すべて完成しており、のぞみも残すところピュアメモリーピースだけになっていますが、うん、次の子の分はまた集め直す羽目に泣き、うん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 、ハートのかけらもほぼ枯渇しているため専用をマックスまで上げているキャラはほぼいません。わかる。皆さんはどんな感じですか？よかったらお聞かせください、うん、ちなみに今現在マナは3億2000万をキープしています。いや、大金持ちだ、すごいな、大金持ち、いいな、大富豪じゃないですか。いや、確かに足りないのよね。うん、そうね、うん、あのマスターコインの交換でちょっともらえるのにすごい助けられはするんですけど、はい、それにしても足りないんですが、うん、育てるにはね、まあ、でもやっぱ毎日コツコツ星6誰誰って聞いてから集め出すともう絶対足りないので、はい、ちょっと毎日コツコツね、うん、集めたりとかはしますけれども、うん、いいな、マナちょうだい。担当直入におっしゃいましたが、ね、ちょっとちょうだいよ、確かにね、わかる、そうなんですよね、足りないの、うん、そう、足りないの、足りないのよ、何もかもが足りないの。でもそこがいいの、頑張ってんだけどな、 そうなのよ、そこをちょこちょこつく、もうね、地道に頑張っていくところが楽しいの、うん、楽しみですから、うん、それも、うん、ピュアメモビーは最悪あの交換できるから、うんうん、大丈夫、大丈夫、うん、うん、頑張ろう、まだくれ、頑張りましょう。結果ね、結果まだくれ、まだくれ。はい、ということで以上今回の番組前半はゲームについて普通のお便りでした。いつも投稿ありがとうございます。
ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウスなど多彩な要素がありますので、いろんな角度からメールを送ってみてください。投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント以心伝心葵トイフレンズエンディング曲、葵花澤香菜さんでぼっちのための友達マーチ。ということでお聞きいただきましたよ。ラップよ。ラップ、急なラップ。おー、ラップしてるって思いました、ね、いやめっちゃ楽しいこの曲、ね、かわいい。すごい周りにあのおもちゃの兵隊さんとかがいそうな雰囲気が、テーマパーク感ありましたね。ありましたね。わちゃわちゃしてた。プリコネチャンネル未来軍。では今回の後半はこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、プリンセスが YouTuber デビュー、どんなチャンネルの特集特集しちゃいましょう。特集どんなチャンネルの特集こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、プリンセスが YouTuberもう全部使ってもらわないよ。もうダメだ。全部もうごめん、チャンネルごと特集しましょう。ごめんなさい。そうよ、ね、分かるよね。言いたいことはみんな分かってくれる。フィーリングや、フィーリング。ハマっちゃって言い忘れてくる。そう、どんなチャンネルの特集です。はい、じゃあね、早速いきましょう。プリコネームペッコリーナさんからの、ミサトが YouTuber デビュー。リッカ様が笑った。そう、リッカ様が、リッカ様が笑うから。ごめん、ちょっと、もうなんかさ、貴重なマオちゃんで嬉しいんだよ、私。こんなマオさん、マオさん。そうそう。はい。ねえ、プリコネーム、ペッコリーヌさんからの、ミサトが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？ただただ早口言葉に挑戦する、癒し系チャンネル。うわー、あー、見てたい。確かに美里さんの早口言葉そんなに早くないのかもしれない、うん、ゆったりなのもいい。早口っていうコメントは流れそうだでも癒されるみたいな続きまして、プリコネームゆうたろうさんからの、みやこが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？カメラに映らないのでプリンだけが勝手に動くホラー動画になる。あー、そうか、確かに、そっか、プリンだけ動いてる、映れないんだ。声は聞こえるのかな？声はどうなんだろう？どうな、声は聞こえるの？声ど、声も、え、ダメ？通らなかったもん、本当に。サイレン。そう、サイレンとだっちゃ聞こえない。興味あるな。続いて、プリコネーム、シルバーペンギンさんからの、リンとヨリが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？ゲーム実況チャンネル。意外とレベルが高く、コアなファンがつく。いや、ゲーム実況チャンネルいいですね。うまそう。うん、しかも二人で。いいね、いいね、いいね、うんうん。続きまして、プリコネームアップーさんからの、
アメス様が YouTuber デビュー、どんなチャンネル？岸くんとプリンセスたちのデートにやいやいと口を出す実況動画が人気。見たい。ちょっと待って待って見たい。カメラ回ってたの？見たい確かにモニター越しに見てやいのとこう言ってるやついいですね。楽しいな。続きまして、プリコネーム沢渡さんからのカリンが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？ハッシュタグ生放送スパチャ6万超えるたびに素敵な仲間を増やします。うん、うん、まあ増えるんだ、まあ、増えるんだけど、まあ、増えるんだけど、ね、けどな、まあ、みんなにとっての素敵かどうかは置いといて、置いないね。その体感もね、なんか良くないぞやり方が、やり方がなカリンさん生々しいな。続いてプリコネームトモさんからのモニカ、トモ、カスミ、シオリが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？魔法少女たちの1週間分の活躍をまとめた動画を毎週日曜日の朝に更新。子供たちに大人気で、月曜日は魔法少女の話題で持ちきりになり、女の子の間では魔法少女ごっこが大流行しているが、大きなお友達にも熱烈なファンがいるとか。いいですね。いいですね。ははーん。大きなお友達になっちゃうぞ。わあいいですね。これ変身グッズ売れちゃうやつ。可愛いだろう。続きまして、プリコネーム新米騎士くんレベル153からの伊予先生が YouTuber デビュー、どんなチャンネル？伊予先生がオンライン授業に初挑戦。みんなわからないところがあったら先生に何でも聞いていいからねと生放送風に授業を行ってくれるが、不思議と生徒の成績の伸びはあまりよろしくない。不思議である。集中できてないなぁ。できないんだよ。違うところまでできてないな。これは不思議ですね。不思議なんででしょうね。続きまして、プリコネーム新米騎士くんレベル153からのミミが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？今日のギルド活動というタイトルで、毎回リトルリリカル内の様子を撮影し、編集なし、括弧できないで投稿。正式なギルドでもないし、活動らしい活動もしてないし、カメラはブレブレで、自身の体調もあってまともに活動記録として手を成してはいないが、なぜかチャンネル登録者数がとても多い。わかる、わかるよ。え、うん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 、まあ、するもん登録でしょうね、うん、私もする、うん、あ、この編集なしなところがポイント高いです。はい、あ、いい、かわいい、そこがいい。目線も高ちっちゃいからね、こう、あで、うん、ね、いや、いいなー、いいなー。ミミちゃんの目線でみそぎちゃんたち見たいもん。自分のカメラを通してじゃなくて自分のお目で見てるから、ピン、なんかこう見せたいものとかあってないんだろうなって思うと、もうたまらん、たまらん。これだけ VR にならんかな。続いて、プリコネームレモンジュースさんからのリトルリリカルが YouTuber デビュー、どんなチャンネル？ YouTube チャンネル内でラジオを開設。ミミちゃんに褒めてもらう。みそぎちゃんのおやすみなさいお兄ちゃん、京花様の一括など、どこかで聞いたことのある内容だが、プリコネチャンネルのリスナーはそっちへ流れてしまった。なんでですかね。なんでかな。いや、しょうがない。勝てるか、勝てないのよ。勝てるか、勝て、うわー、みそぎちゃん寝かしてくれんのかな。あげます。コーナーあげちゃいます。お貸しします、お貸しします。ちょっと聞いてみたい。うん、続きまして、プリコネーム岸太郎さんからのプリンセス全員で YouTuber デビュー、どんなチャンネル？全員でロストプリンセスの大合唱。いや、聞きたいわ。なんかシュールですよね。うん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 、合唱コンクールみたいな感じでみんなホールに並んでるやつ。あの指揮者の指揮する人もいて、いて、なんでいいね。岸くんが指揮してくれて、できるかな。できるよ。できるよね。できる。面白い。
いや面白かったんですね。話題になりそう。さあということで以上プリコネおぎりでした。このお題は今回で終了でございます、うんうん、ここで新しいお題を発表していきたいと思います。はい、まずはこちらプリコネームアップーさんからの新しいお題、次の大喜利のテーマですが、プリンセス大戦勃発その原因とはというのはいかがでしょうか、うん、あの温厚なプリンセスたちが、争いに発展するほどの大きな原因からくだらない原因まで考えるのが楽しそうですよね。あーなるほど、うん、例えばですね、プリンセス大戦勃発その原因とは、騎士君を守りたい派と守られたい派で意見が割れた。あほっこり守るんじゃいと守ったら守るんじゃいって、いや守りたい派が多そうだな、なんかそうです ね、 ね、うん、いや面白い、面白い、楽しみですね、これも、続きましてプリコネーム岸太郎さんからの新しいお題です、はい、プリンセスが絶対に言わなそうなセリフどんなセリフです。まあじゃあちょっと例えばの例が来ておりますので、はい、よろしいでしょうか。はい、例えばペコリーヌちゃんだったら、今はダイエット中なので春雨だけにしましょう。絶対言わないでしょうね。絶対言わないですね。絶対言わないやつね。美味しいっていう。なるさめ。えらいな。他にも例えばギャルだったらこんな感じ。実は猫より犬派なのよね。誰が言うてんのって、その尻尾よ尻尾よあでも確かにペコちゃんは犬っぽいから、あちょっと待って、なるほどな、違うよそういう意味か。あでも面白い、楽しそうですね、楽しそうですね。そしてもう一つのお題が、プリコネームちびたさんからいただきました、ありがとう、ありがとうございます。プリンセスが騎士くんに逆プロポーズなんと言った、うんと来ております。例えばエリコが騎士くんに逆プロポーズなんと言った？エリコのものはあなた様のもの、あなた様は私のものなので結婚しましょう。クスクス。うわーちょっと強引なんだから。強い。キュンとしちゃうよ。いいですね。いいですね。個性が出そうな。逆プロポーズいいじゃないですか。はい。はい、ということで新しく募集するお題はプリンセス大戦勃発その原因とは、プリンセスが絶対に言わなそうなセリフどんなセリフ、プリンセスが騎士君に逆プロポーズなんと言ったです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。さて続いてはお待たせしました、ゲームをしていてあるいはアニメを見ていてミック演じるコッコロに添い寝しながら囁いて欲しくなった体験を送っていただくコッコロのおやすみなさい主様です。はいはい、うん、はい、プリコネーム闇猫さんからいただきました、ありがとうございま す。最近バトルアリーナで全然勝てないので慰めてください、何の面白みもないですけど本当に勝てなくてよろしくお願いしますと。かわいそう、切実ですよこれは。うーん、なるほど、勝てない、私も今こういう時期全然勝てないの、なぜか、そういう時あるから、うん、なんなのかしら、どうしたら、どうなコロスケさん、うん、ちょっとよろしいですか、では、はい、ではコロスケさんお願いします。闇猫様、全然バトルアリーナで勝てないと、あ、今もバトルアリーナに参加されているのですね、なるほど、でももう寝る時間ですそろそろゲームはやめて休んでいただかないと、体にも触りますし、はい、いや寝るんです寝ましょう、おやすみなさい。最近さ無理やり寝かしつけような一旦寝てみようって寝ればいいわね、アイデアが生まれるかもね、一旦寝たらリセットだねそうね、寝て起きたらあの編成のアイデアとか出てくるかもしれないですからね、寝ましょう、寝よう、寝よう、寝ようね、うん、はい、ということで以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とコッコロのおやすみなさい主様をお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリライブ、
て今回は発売中の CD プリンセスコネクトリダイブロストプリンセスようこそ美食殿へより日だまりを聞きながらお別れです。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますのでお気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームハードグミさんです。はい、オープニングでペコリーヌの、はい、面白い女を面白い女、はい、聞いたということでありがとうございました。ありがとうございました。プリコネームハードグミさんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第194回は6月10日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第193回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨香でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ほいに、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。あのちょっと気になっていた布教活動をしてくださっている、はいはい、あのあの QR コード、アミサタさんだ、アミサタさんの QR コードを黒板に書きっていう、うんうん、あったじゃないですか、うんうん、検索してみたら本当に書けるんですね。結構やってる方いらっしゃるんですね。いらっしゃるんですね、本当にチョークですごい読めるんだね、すごい、うん、しかもめちゃくちゃ細かいですよね。ね、え、これさ、もしどっか書き間違えたら違うページに飛ばされるとかなるのかな。すごいよね、なんですかね、うわーすごいな、これ頑張って書いてくれたんだろうね、本当に、いやより消しづらい確かに、先生たちが黒板って懐かしいな懐かしい、本当にちょっと書きたいですね、黒板にチョークで何か、黒板アートとかもありますしね、今ね流行ってますからね、QR コードもアートみたいなもんですよね、確かに、素晴らしい、すごい、ありがとう、ありがとうございました、それでは皆さんまた来週もお会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに、バイバイ。